亀ヶ谷坂の北鎌倉川上口県道21号の長寿寺門前にある。鎌倉川亀ヶ谷坂所在地地図亀ヶ谷坂は鎌倉七口の一つ。現在の神奈川県鎌倉市山の内から大木ヶ谷津を結ぶ坂道。別名、亀返し坂。江戸時代初期の玉船和尚鎌倉記では亀が伊坂。 徳川光国が命じて編纂させた1685年の新編鎌倉史以降は亀ヶ谷坂と書かれている。ただし、鎌倉時代にこの位置に道があった確実な証拠はない。一般に留布している忍事元年に北条康時が改作したとの説は、あずま鏡の同年10月10日及び19日の上に依拠しているが、そこに書かれているのは、 山内の道路を作らるべきの輸送の定ありであり、道筋はここ亀ヶ谷坂、そして小袋坂のどちらもが考えられる。また歴史学者の高柳浩二は、鎌倉市市の中で、現在の横須賀線西側の谷を越えたのではないかとの説を出している。そのどちらかは、ともかく遅くとも、鎌倉時代後期までには、現在の位置に道があった状況証拠を確認することができる。 1969年6月5日、国の史跡に指定された。ありがとうございます。